好きな街にあったよ。対局の方ってやっぱね、多くのメンバーは初めて振り入れした曲が、あのメンバーによっては会いたかったの人もいたかもしれないんだけど、やっぱりね、ラブラドールが一番初めに振り入れした曲だったからって言っちゃうと、私あるライブは ちょっとネタバレになっちゃってるんだけど、私個人的にはこのエピソードを話してしまうと、そう、まだやってないね、延期になってるやつもあれがね残ってるけど、このエピソードを話したことによってちょっと若干バレちゃってんなーって思いながら今話してるんだけど、そう、私は一番最初は熊本でメンバーとしては初めてパフォーマンスをやって、お披露目は埼玉スーパーアリーナで、先輩たちがリクエストをやってる時にそこでお邪魔させてもらって、もともとバレてた？みんな嘘ついてた？あらら そうなんですよ。まあね、いつできるかまだわからないけど、47の素敵な街は VTR で作ってもらって その時もこの T シャツを着てたんだけど、 T シャツを着るっていう発想がなくて、普通にそうもらったばっかだったから、で昨日いや衣装どうするかなと思っていろいろなものと合わせながらね、こうコーディネート考えてたんだけど、ここ詰まってて、この T シャツの長さ含めるとなんか全然かっこつかないし、そう私にはちょっと合わないなと思って、一緒にそう共犯者になってくれる人を 探して誘ってへそ出し仲間を作りました。そしたらみんな そう、これさやったもん勝ちじゃないと思って、絶対やってもいいですかって言ったら止められそうだなと思って、こういうのをここで話すのはあんま良くないけど やったもん勝ちだからちょっと報告せずに、もうやってくれそうな人を誘ってやってしまえっていう そう、うん、でもやっぱこのタイトルでやってるじゃない、だから多分今後これを使う日は来ないんじゃないかなって予想してて、そう良くも悪くも多分この T シャツはこれ系だと思ったから多分いけると思って そう、ほんともう怒られる覚悟でやってみたらね、何にも言われなかった、大成功 ゆいゆい誘って、ゆいゆいはね多分絶対やってくれないと思うんだよね。レッスンでも結構ゆいゆいは丈のこう短い、上の短いレッスン着を着ていても必ずもうインナーとかもしっかり、もう絶対にお腹見せないっていう感じだから、そうなのゆいゆい、そこら辺はねしっかりコーディネートをバッチリ決めてくるから、そうだからこそゆいゆいがなんか可愛いちょっと露出高めのね衣装着て本番でやってるのが結構おおって来たりするじゃない？そうそうそう、だし多分許可取ってないこの衣装着るやつに多分付き合ってくれないと思う あ、行ってないの？みたいな感じになっちゃいそう。そう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 、その T シャツはどこで買えるの？販売はしないかもしれない。したとしてもこの色で、この
私が描いたイラストそのままでは出せないと思うでも嬉しい、欲しいっていうことでしょ、そう言ってくれてるってことは嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます。そうなの、まあ、ここは私がもちろん書かせてもらったものがなんか印刷 してもらえて T シャツみたいな感じになったけど、でもさすがにでも ここの色は私決めてないけど詰まってるし、そうなんかいい感じに、いい感じじゃないから切ったんだけど、ちょっとダサいなと思っちゃってそうなのよ。ありがとう。デザインだけいただけませんか。私があげたやつあるから自分好みにあったか出したから、いろんなところで。であと何分だろう。ラブアッシュはもう今回用に紫藤くんと一緒にユニットで披露させてもらったんだけど、今回は新しく振りを作ってもらってそれを披露しました。振りをつけてくれたのは今回演出本当は担当してくださってたんですけど、だらしない愛し方とか点滅フェロモンとかを振り付けしてくれたルーさんっていう方がっていう先生がラブワッシュ新しくかっこよく振り付けてくれた。そうかっこいい。ねこれもねできればステージで披露したかったけれど、でもとにかく表に出せてというか見てもらえる機会があって本当に良かった。実はもう一つみんなで踊る曲でかっこよくフォーメーションとかいろいろつけてもらった曲があったんだけど、もうそれはもう画面がずれてるとこうみんながこう分割されてるとさすがにこうその良さをフォーメーションの良さを見せられないっていうか、そう今回はもうオリジナルのせっかく振り付けてもらったけど、そうだからこれはいつかちゃんとステージに立ってファンの方もちゃんと客席にいてくれてる時に披露したいねってことで一つはそう取っといといてるの。また次回。いろいろこう縦にメンバーが揃っててこう振りをやっていくから綺麗に見えるとか、そうこだわりのねものがあったから、それは楽しみにしててできるといいんだけどな。私もいろいろなんか作ってくれて、本当時間がタイトだったからいろいろ触れることができなかったんだけど、8の時にはそのいつものリクアオのさ順位が流れる時のその時の映像とかもそれぞれでお家で撮った映像をつけてなんかあれっぽくしてくれたりとかね、やつとかみたいな。あと1位の時も妹のメンバーもなんかちゃんとみんな映ってるようにこう VTR でこうまとめて作ってくれたりとか、本当にね嬉しかった。いろいろスタッフさんが力を貸してくれて、
いや私たちもね、そうコンサートの日にね、何かできないかな、できないかなってずっと思ってたんだけど、この173でやらせてもらえるっていうのも結構ね、急にそうお知らせをいただけたので、やばいよ時間ないよって言いながら、結構焦りながら準備進めてたんだけどね、ちょっともしかしたら配信がちょっとだけね途切れ途切れになってしまったり、いろいろあれれっていうところも 感じたところもあったかもしれないんだけど、なんとかこう何もない日じゃなくて何かをお届けできるようになって本当よかったなって思っている。私はそう、今日はね終わりだよ。まあそのエイトは本当にたくさん人数が多くて、そう誰かこう仕切りというかスタッフさんが近くにいていろいろ指示もらう環境下にいないとちょっとまとまりが つかないというそういう感じでしたので、私とももちゃんはちょっと特殊なところで やらせてもらってました。特殊な環境で。見たことないとこだったね、私のね やってたところね。引っ越したかと思った。ね、初、そう、初いない、おはとして あー、びっくりした、こっちか、時計を反対に見せたからやばいって、セカンドジェネレーション始まっちゃったの、やってるとびっくりした。まだ大丈夫だった、18時からだよ、だから反対に時計を見てたからね、やばいってもう長い針の方がついちゃってると思って、明日、まあ35分くらいか、首回りも切っちゃ、ああ切っちゃった そう切ってしまったよ。実況はしないけど、でもずっと見てた、自分の携帯で。ああそうなの、15分からに変更、まあそっか、さっきねいろいろあったからね、リハーサルもねしっかりやって、ファーストの年代ならどの曲が好き、何やったっけ、あれが髪があればあれだったんだけど、だらしない好きだよ、だらし、私があの年代のメンバーに入ってたらだらしない絶対入れてた、誰がどの曲やるのか自分で、あでも、まあ選べるっていうよりかは、まあそのチームごとでどう話し合いしてるかによるかもな。バラの儀式投票した、した、まあで本当になんか投票の仕方さ、本当話をちゃんと聞いてなかった、ぶっこみできるのし分かんなくて。全部もう綺麗に好きな曲あったと思って一票一票ずつ入れちゃった、ぶっ込みたかったな、それ知らなかった、そう
かよく読んでなかった文章をそのまま、ああこれいいなってちゃんと厳選してね。そしたらなんかあかりんがさ、始まりの雪という曲だっけとか、でも全部自分が持ってる表全部入れてた、表見たら。だから今日私 MC とかやってたから、誰がどれに何票入れてるみたいなのが分かるね、一覧表を渡されて、それを見てみたんだけど、ねっ他がいいと言いましたが、ダウンタウンホテルとか入れた私は。歌詞がってより、あのメロディーがすごい好きで入れたんだけど、多分本当に少数だと思う、私ぐらいしか入れてないんじゃないかな。と歌詞が好きですって言うとすごいざわつきそうだからあれはメロディーが好きなの、曲調が。本当？ワイも好きって来た。もう今日すごい朝からリハーサルをやってて、ね、いろいろ意外と、ね、大変なんだよあれ。多分きっとスタッフさんもね、初めてのことも多かっただろうから。もう8時半ぐらいからいろいろ打ち合わせをしたり、でも始まりますっていう8分前までずっとねリハーサルやってたからね、もうすごいドキドキしてた。やばいよ時間がないよって思って、そうももちゃん、そうラジオからでオールしてたからね、大変そうだったよ。ちょっとわたわたしてたのに、今日の未来モンスターを告知することができなかった。この髪型可愛いと思って言ってもらえた。でもこの髪型はこれで踊ると思う、すごい崩れちゃう、自分でやってるから。ラバッシュやってる時にボロボロになっちゃった、全然直す暇なかったな。まるちゃんの MV ずるかった、いやもうあれめっちゃ好き。一番何が好きって、踊ってるお部屋で踊ってて、多分スイッチのオンオフで、あのライブのような照明のあれをね再現してるのがすごいツボだった、めっちゃ面白かった、あれ好き、いいね。レッスン場広い、そうよ広いよ、だって一時はね、なんかそのドームとかのさリハーサルやってる時はあそこに全メンバー入って、まあ、全然場所取れなかったし、今考えるとさ、この状況から考えるとあそこに何百人っていう人が入ってたって結構おおって感じしない？すごい人数いたなって。ね、密のまたさらに2ランクぐらい上の言葉密以上、今だとね考えられないけどね、過密
濃密だって濃密。そうだよ、今まではそれが普通だった。満員でしたね、今ではもうそんな場面になかなか出くわさなくなったけどね。もうやだね、満員電車。ペリキス持ってさ、満員電車乗った時もう体浮いてびっくりした。浮くんだと思って、多分その日興奮して多分ママベにね行ってたと思うびっくりして。そう、その日私メール送ったんだよ。しかも体がね斜めになって浮いてたの、びっくり。ねえ、来たってね、送ったでしょ私。あれはすごかったな。よくさ、ツイッターのトレンドとかおすすめでワード出てきてさ、それを押していろいろ結構見たりするんだけど、ツイッターのハッシュタグでつぶやいてる人の。この間もなんかびっくりしたって、満員電車で体が斜めになって浮いたっていう人見てすごい共感してた。でもあれで見てるとさ、なんか間違っていいねを押しちゃいそうで怖いんだよねツイッターって知らない人ので。多分あれはさ、いいねしたらさ、みんなのところに通知が行くんでしょ。岡部凛さんがなんとか誰々さんのツイートをいいねしましたって。ほんと怖いあれ。だから右の方でね、こうスクロールしないように気をつけてるんだ。で昔なんかスタッフさんが教えてくれた気がする。間違っていいのしちゃうから、左の方をこうやってやってると押さないよってね。危ない危ない。ざ誤爆だよ、ほんと危険だよあれ。だから私はなんか保存しておきたいなって、面白いなと思ったツイートとか、なんか好きな写真が4枚貼られてるツイートとかは、あのリンクをコピーみたいなのを押して自分の携帯の中に入ってる、あれメールじゃない、メモのアプリのところに貼り付けてる。あーそう、シェアのやつ、そう。そうだから、よっぽど気に入ったやつじゃないとその作業しない。でめっちゃ安心じゃないその方法。でもみんな普通にいいねとかしてるから共感してもらえないか。ブックマークは何だろう、やったことないな。めんどいねって言ったそう、めんどくさい。最近したの？なんかしたな。あ、自分が昔公園に出てたみたいな。あんまり表向きには良くないけどね、ぶっちゃけそう、本当はそう出しちゃいけないやつなんだけど、でも自分が見るようにと思ってそうあんまり良くないの、番組のやつそのまま流してたりとか。そうまあでもああいうのってね、見てない人からするとね、ちょっと助かるってね、本当はね、そういう面もあるんだけどね。あれそうダメだよいけないよあれは。ドン、いや、やるちょっともう多分もうさ、うん、あれよね、1月終わっちゃうから
もうこの辺で勝負かけていかないと出られなくなっちゃうから、私もね頑張るって決めたんだ今晩から。45分、何？みんちゃんタカさん殺して、あタカさん、あそうすごい好きで、タカチャンネル見てる？みんな、昨日からドボン初めて、おーマジ？ちょっと今日から一緒に頑張ろうぜドボン。AK ビンゴに出たいか？お、煽ってきてるよ、乗っちゃうぞ、出たーいやるぞ、今日はやるぜ。あ、こないださ、あのさ、21時台にさ40秒で会おうぜってやってたじゃん今までその時間を合わせてやるってやつやってなくて初めてやったじゃん。多分一生懸命ポイントを貢献してくれている方が、そうダメってこの機会にそれやんないでって、回転悪くなるからって怒られただからちょっとこの期間は時間合わせはなしで、本当に会ったら奇跡をね、ときめきとかをねゲットしてくださいみんなこの期間はちょっとそれぞれのところで、それぞれの戦場でちょっと戦果上げていこうぜ。この時本当にすごいね、たくさんあった、自分推しの設定にしてくれてる人に。なんかゆいはんさんがたまたま同じタイミングで押したっぽくて、ゆいはんさんが私推しと私に囲まれてるっていうそう対決になってたよこの間。本当？私推しすごくよく合うよって。すごいやつだね、ね、びっくりしたって言ってたそう、その後すぐにあのリモートの会議でゆいはんさんも一緒だったから、おお本当？私推しだけで固まった時もあった。おお。じゃね、今日からもうそれにならないようにしよう。私のファン怖い。そんなことないよ。怖いかな。これからご飯か。そうだね、ご飯食べよう。今日の夜ご飯はお豆腐とお肉。ミロフ的なメニューですね、ありがとう
全然疲れなさそうだね。今日は眠いぐらいかな。全然そうあーって疲れてはいない。でもほっとした。このリモートとはやっぱりね、なんか緊張した。お家の時もね緊張したね。今日のなんてなんか責任重大って感じだったから、すごい始まるまでああ大丈夫かなって気が張ってたけれど、定期的に髪型褒められるありがとう。そうだよ、ほんと仕切りね、もうそうなんだよ。でもなんか「やりたいです!」っていう人もいないからね、そんな人が出てくれたらなって思ったりするよ。ああ嫌だ嫌だ。来週お話し会、ああやった。そしたら最近のこととかいろいろ話しそうだね。交代制ね。なんかマリアとかめちゃめちゃお話とか上手でさね、仕切りとかも上手だと思ってるんですけど、じゃあ次はマリアだなバトンタッチどんどん回してこう。ちゃんでさ、ハマちゃんのことすごいなって、いやすごい、やっぱ関西って面白いなと思った瞬間があったのはね、何かの全国ツアーの時になんかね、ハマちゃんがふとした瞬間になんか多分わちゃわちゃしてるメンバーを見てからね、ほら見てみゆいゆいのことみたいなダメだ、ちょっとこれ面白く話せる私のトーク力がないのがちょっと悔しいんだけど、なんかの時にそう全国ツアーの時にそう、なんかそういうワードをねなんか言ってて面白いなって、ハマちゃんすごいなって思ったんだよね。雰囲気で伝わるそうごめんね、もう本当に私もエピソードトークが下手くそだからちょっと伝わらないんだけど、あそれ見た、分かってくれる。じゃあね、ツアーのやつだよね、ツアーの MC だよね。ごめんね、今のじゃ分かんないよね。そうちょっとだけでもその MC を見たっぽい人がそれ聞いたかもって言ってくれてるのが嬉しかった、ごめん。見てみゆいゆいのことみたいな確かにハマちゃん MC っていうよりかこう周りでワイワイね盛り上げてくれるのが上手だから、ハマちゃんがねいてくれるとすごい安心する。最近そう、でもほんと最近の最近って言ってもね1年やってないからね。結婚式の司会とかも私が絶対無理、絶対ない。お便りは多分きっとこう
仕切るってよりかは何事もこうずっとプレイヤーでいて、ふとした瞬間に入って振られた時のチョイス、ワードセンスとかそういうのが面白いから、多分きっと違うんだと思う。お代理のあの大喜利がすごい大好き。ビンゴのやつはもう大傑作だよね。あ、物分けだ、そうだそうだ、物分けだね。寿司三昧といえばさっきなんか私がやったことあるような感じのやつをみさんがやってた。超真面目に踊ってた。すごいあれ見て爆笑してた、一人で見てて魚めっちゃ面白かったね。さすがです。あの衣装もらったのもしかして AK ビンゴのやつ、私が被ってたやつとか。あれはもらってないよ、一回ももらったことないよ。あれもさ、なんか収録ありますよっていう1、2週間前ぐらいにこの人なんか衣装の資料が届くの、 AK ビンゴのやつ最初びっくりした。岡部凛のところの欄はなんかマグロの写真だったかな、となんか全部はあの社長さんのお顔となんか服が画像でパッて貼られてて、私はまあなんか想像できるけど、お代理どういうことってなってで本番その収録のなんか5時間前ぐらいにお代理はもう特殊メイクの方にこういろいろ貼っつけられて社長としてすごかった。めちゃめちゃ時間かかってるんだよあれ。ねえわかんない、許可取ってたのかな、わかんない、わかんない、私たちの知らないところで取られているのかもしれないけど、意外ともらったねね、思い出した、あの魚のやつを見て。でも旬だね、ちょうど今その出演権もかかってたりするからね。ガリ君も好きあれなんかガリガリ君の時かあのカールおじさんのやつどっちかの時に車内でなんかお宝を探すみたいなやつやってて、で結構ああいうのノリノリで結構楽しくやる方なんだけど、あれで車内を回るみたいなご挨拶する見えないところでもちょっとあったりしたんだけど、これでちょっとこの日テレを回るのかって、あれ多分 AK ビンゴで一番テンション下がってたかも、その車内を回る時だけ。あの時は結構もうなんかグーンってなってたあったよね
構粉物とか初体験だったから、最初の飴を探したりとか、でもすごい全然楽しかった。わさびもなんか2回ぐらいやったんだけど、2回目のなんか、あ、なんかやるなら本気でやってほしいみたいな私の発言のせいで、2回目も結構ガッて言ったんだけど、やっぱりなんかねああいうリアクション取ったものの、でもやっぱ最初はなかなかね、辛さが自分の舌に伝わらなくて結構リアクション困ってた。結構時間かかるの、時差があるのね、あれね。そう。なんてやったっけか、私あれやったっけ、覚えてないな。あと10分で始まるよ、次のセカンドジェネレーションのリクアワが。何年までだあれ、普通にありがとうまで入ってるのかな、年代的には。入ってた？まあでもきっと最新曲のとこまでだよね、きっとね。おう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 、ホッテ速度ランク、え、さっき多分ねファーストの時やってたよ。次の時、次の今から始まるやつにはね、そう入ってない、さっきねやってた。バンドジェネレーションは15分からだってよ、時間がね変更になったみたい。アンクレットもさっきやっちゃってた。ゆきりんさんがやってたな、さっき。他の年代でもやってみたい。いやーず、他のところになると本当に自分がわからない曲が入ってきそうだから、多分無理振り起こしできなそう。好きだけど自分がいるってなったら本当にわからない曲がたくさんだと思うな。A でやった時はカレンちゃんとのんのんが僕の対応やったことないって言ってた。意外だったね、カレンちゃんやったことありそうだったけど、オンラインで直接会えないから、こう画面でみんなで振り確認とかやってた。新しいね。えなん知らん曲だらけだろ。あでもね、 A は A とのツアーってね、最初の方は
私はね結構最初の方の方が知ってる曲、そうね、とはもうねやってない、うん、誰かしら先生になってできるね、きっとやつはね。本当に一番最初の時ので関東メンバーがいる LINE グループに貼って振り V を、私たちが実際に踊ってる振り V を送って、踊りがひどすぎてびっくりしちゃった。とか言ってよく言えてたなってぐらい本当にひどい踊り、ない感じの本当に、お話し会来てくれてる人いるけど、よくあれで。ね、こう肩がね、みんみんちゃんこの前つ枠っていうご飯いるかもしれないから、じゃあ30秒ぐらいでまとめてやね。じゃがいもと玉ねぎとアンチョビ、泳いそれをこう層にして、じゃがいも、玉ねぎっていうのを重ねていって、それにちょっと塩コショウ、終わり。簡単でしょ、まあ、凝ったことしなくて大丈夫。もうそんぐらいで大丈夫。みたいな感じで作っていくと、出てくれたのありがとう。なのかな、私のご飯は基本大体塩コショウで、もうね食材のもうその味が美味しいからね、シンプルな味でも意外と。とスウェーデンのお料理、美味しいから作ってみて、遊びに来たよ、ありがとう。でももうちょっとで終わっちゃうけど、アンチョビのアンチがあるんだね、 NG ワードになってるんだね。アンチっていう言葉が NG なんじゃなくて、ご存在がねちょっとあれかなっていうところだってね。そのワード自体はそんなにねいやーよーって感じでもないから別にいいんじゃないと思うんだけど優しいね、私たちが嫌だなーって思う言葉をね、目に入らないようにそういう感じにね
してくださってるという優しいそう優しいですねって言った途端星がたくさんになっちゃったけどコメントが。思ったより長い時間ちょっとやっちゃったけど、さあもうそろそろセカンドジェネレーションのリカバが始まるので私はグッバイします。みんな見てね、17ライブで、まあ見てると思うけど、じゃあ皆さんは引き続きリカバをお楽しみください。今日の曲ありません。その分17ライブでお楽しみ。ありがとう。じゃあ私は今日の夜ドボンをしていくよ。会えたらいいね。今日はエイトのリクアワ見てくれてありがとう。バイバイ。じゃあねー。